で、まあ、うちのおじさんが剣道やってたんで、まあ、連れられて、まあ、三光道場っていう、まあ、大分の、道場なんですけど、そこに小学校1年生から剣道を始めました。他の、まあ、先輩たち同僚に比べるとやっぱり自分の方が力が下だなとないなということをやっぱり感じてましたので、まあ、人より稽古をしないと選手になれないなと、まあ、そう思いまして、まあ、警察の稽古だけじゃなくて、まあ、その稽古会に参加したり、自分でトレーニングをやったり、人の2倍、3倍やらないといけないなという気持ちで取りました。まあ、筋力が低下したときですね、まあ、今まで言っていた周りから全然届かないという状態になりまして、じゃあどうしよう、まあ、今までの周りから思っても届かないということで、